宝塚歌劇団における戦果は、特定の組に所属しない団員の集まり。イメージカラーは、イブシ銀の輝きや、渋さを表す黒からグレー。また劇団ウェブページなどでは濃い紫や赤が、使用されることがある。組と並んで表記されることが多いが、組ではなく、特定の組に所属しない一芸に秀出た生徒の、集団である。英称は、 サペリアーメンバーズであり、トゥループと訳される組とは異なっている。もともとは、舞踊戦火、演劇戦火、声楽戦火、ダンス戦火、映画戦火などに分かれていたが、近年は、そのような振り分けはされていない。戦火星は各組の公演には、特別出演として出演する。トップスター経験者のとどろきは主演男役として、特別出演する。 春日野の八千代も同様であった。他の生徒は、主に不景役をこなし、脇でしっかり芝居を固めるなど、渋いながらも、宝塚の公演にはなくてはならない存在である。また、1984年戦火バウホール公演、花供養などのように、戦火生だけの公演もある。歌劇団の生徒は、定年になると対談するが、特別顧問のとどろきと理事のエイ直樹は、 例外となっている。は宝塚歌劇の殿堂入りした生徒。は宝塚歌劇の殿堂入りした生徒。新選歌は、2000年6月1日付で導入された、新しい選歌制度。当時の理事長、上田晋也の肝入りで導入された。ただし、新選歌という名称は通称であり、公式には使用されていない。従来の選歌とは違い。 新選果生はまだ若い将来のトップスター候補生である。各組への特別出演や外部出演などを経験して芸を磨き、そこから各組トップを組の枠を超えフレキシブルに誕生させることが狙いであった。なお、突然の事態にファンは騒然となり公式ウェブページにアクセスが殺到した。発足当初に新選化に配属されたのは以下の10名。 あとに、雪組みのなる施工機も加わっている。ありがとうございます。